今日もスタジアムでは熱戦が繰り広げられることでしょう。試合開始を前に会場は凄まじい熱気に包まれました。 EATV がお送りします。熱戦を制するのはどちらか、 EATV でご覧ください。主審の笛で試合が開始されました。こちらがレアルマドリードのスターティングメンバーです。こちらがエンジェルシティのスターティングメンバーです。レフェリーがレアルマドリードにフリーキックを指示しています。決めた。開始早々の先制ゴール。これはチームを勢いづけるでしょう。こうして見ると非常に精度の高いクロスですね。これは頭で合わせやすいでしょう。ハモンド、リード、ウェザーホルト。ファールがあったもののアドバンテージを見ています。リード、ウェザーホルト、エムシレ。見事なパスカットです。ケイティ・ジョンソン、ナベット。ドリブルで進んでいます。あわやというシーンでしたが、うまく対応していましたね。スミス、入った。ゴールゴール。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。フィニッシュはニアサイドを狙ってきました。キーパーはノーチャンスでしたね。さらに点差を広げられたことで監督が怒っていますね。不甲斐ない選手たちに檄を飛ばしています。ニールセン、ナベット、リード。ここは慎重にプレーしたい。プレス、ナベット。しっかりボールをキープしています。エンジェルシティがアタッキングサードで組み立てていきます。ここでカットしました。サイドのスペースを攻め上がっていきます。スミスにチャンス、ゴール。2点目。こうなると止まりません。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。フィニッシュも完璧でしたね。
ニアサイドのポスト際を狙って見事に決めてきました。ケイティ・ジョンソン、ニールセン、ケイティ・ジョンソン、ナベット、エムシレ、タックルで阻止します。相手のチャンスを潰しました。ここはカウンターアタックを狙うか。ケリー・スミス、これはチャンスです。決まった。3ゴール目、ハットトリック達成です。スクリスさん、この選手は大活躍ですね。いや、本当にすごいですね。この勢いなら4点目もあるんじゃないですか。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。そしてこのフィニッシュ、最後は1対1でキーパーをかわしてからのシュートでした。威力も抜群ですね。ここまでのところ試合は一方的な展開になっています。ウェザーホルト、ニールセン、ボールポゼッションを守れません。ウェザーホルト、ナベット、ドリブルでボールを前へ、プレス、ディフェンスの対応が光ります。これはいいロブです。チャンスになりそうだ。アレックス・モーガン、ここは打てるか。ゴール、さらに追加点。一体どこまで得点を重ねるのでしょうか。リプレイを見てみましょう。浮かせたパスをディフェンダー越しにつなぎました。そしてこのフィニッシュ、ゴール前でしたが落ち着いていましたね。リード、ハモンド、ウェザーホルト、エムシレ、ここでボールをダッシュしました。ナイスタックルです。サムカー、スミスにチャンス、ゴールです。ゴール、ゴール。アディショナルタイムが1分増やされましたね。これは助かりました。ポストに当たりましたが、ボールはゴールに入ったようです。ラッキーでしたね。こういうのが跳ね返ると嫌な予感がしますから。こうなると監督も打つ手が限られてきますね。かなり胃が痛いんじゃないでしょうか。
ここで前半終了のホイッスルです。福西さん、一方的な試合展開ですね。エスタディオアルフレッド・ディステファーノでの一戦は後半がスタートしました。ボールはレアル・マドリードへ。前に運んでいます。非常に危険なボールでしたが、ここは通しません。カウンターを仕掛けるチャンスです。アレックス・スコット。レアル・マドリード、ボールをキープできません。ナベット。ボールを自分で運んでいきます。クロスボールで折り返す。スミス、スミスにチャンス。ゴール。またも追加点。この点差がチームの強さを表しています。もはや語るまでもないでしょう。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い、一気に相手ゴールへと攻め上がります。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。選手がピッチに入ります。ナベット。遠藤純。攻撃はここで止められます。速攻のチャンスです。スミス、ボンパストル、ソニア・ボンパストル。ポストに嫌われた。このボールは相手にクリアされました。さてここで選手交代です。遠藤。遠藤純。ここでライリー、サイドからのカットイン。相手にボールが渡りました。プレス。ここでライリー。
ケリー・スミス、深くえぐってマイナスに出す、入った。映像が来ましたね。攻め込んでから折り返したパスが効果的でした。そしてこのフィニッシュ、この距離ならまあ決めてきますよね。監督が怒る気持ちもよくわかります。こんなに失点したら試合にならないですよね。ハモンド、リード、エムシレ、圧力をかけられます。ボールへの激しいタックル、サムカー、ケリー・スミス、シュートチャンス、入った、ゴールです。ゴール目前での一瞬の判断が素晴らしかったですね。ここしかないという場所とタイミングで打ってきました。リード、ハモンド、タックルで止めました。スミス、ここはどう攻めるか、間違いなくゴールというシーンでしたが、これはついていませんでしたね。これはあるか、止めた、ボールが転がるか、打てるか、ボールはオフェンス側がリカバーしそうです。ブロックで止める、このシュートも許しません。守備側のディフェンスはスミス、いけるか、ゴールゲット。一人で局面を切り開いてますね。これは頼もしいでしょう。監督もここまでやられるとは思っていなかったでしょうね。フラストレーションが溜まっているのがよくわかります。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。リード、さて後半も残り時間わずかとなりました。ここまではホームチームが大量リードで試合を優位に進めています。さすがにここまで一方的な試合になるとは思いませんでした。残り時間を考えると相手の逆転はほぼ不可能でしょう。この試合に関してはチームの全てがうまく噛み合っていると思います。まだ攻撃を断ち切れない。ケリー・スミス、決定的なパスは通しません。落ち着いて対応しました。カミユ・アビリー、ドリブルで相手ゴールに迫ります。試合終了です。この一戦はレアル・マドリードが勝利を収めました。いやー、好調ですね。これで2連勝と一気にグループのトップに立ちました。これ以上ない最高のスタートを切り、勝ち抜けは安泰といったムードですが、こういう時こそ油断しないように気をつけてほしいですね。